和書下町探偵団源さんです。羽亀だね。羽亀といえば亀戸だね。ということで今日は亀戸です。本日も下町一番物語行ってみます。今日はあるチェーン店の始まりについて話すのだ。またかとか思わないで、一応亀戸の特色も交えてお話します。で、本日行くのはね、中尾です。うどん屋でいいのかな、うん、うどんとか丼物がメインなイメージかね。中尾は大阪府の茨木市に1969年10月1号店を開店する。その後3店舗か4店舗、関西に出店するんだけど、東京に出店するのがここ亀戸が1号店。この亀戸が東京第1号店っていうのがね、実はちょっとね、大きな意味があるんだよね。ということで、本日の一番物語は、中尾東京1号店亀戸についてお話しするのだ。亀戸は1989年11月。もう20年も経ってる。ちなみに、中尾ってさ、ちょっと変わった名前だよね。それについて説明しとこう。中尾の中は、創業者の中野さんの中。うは、うどん屋のう。でね、なんかね、うさぎがね、縁起がいいんだってよくわかんないけど。なので、どうせ読み方同じうだったらうさぎにしちゃえ。ってことで、うさぎになったみたいよ。なんで、東京は亀戸が1号店なのか、それをちょっとね、説明しようと思うんだけど、見えてきちゃったね。ついちゃったね。一回中入って、ちょっと、食事をしてから説明しよう。ここね。まあ、つまり、ここが亀戸店ってことは、ここが東京で一番最初の中尾です。中尾ね。店舗は、大体こんな感じ。まあどこにでもあるようなチェーン店です。あれ、うどんがやっぱり有名なのはわかるんだけど、前に牛丼。わしね、まあうどんも有名なんだろうけど、牛丼が好きなんだよね、ここは。ないんじゃしょうがない。親子丼でいいや。わしの勝手な持論かもしんないけど、うどんで出汁取ってんだから、いいタレが作れるはずなんだよ。ってことは、牛丼屋よりも、美味しい牛丼を、ここは提供できんじゃないかなと。まあそう思ってんだよな。実際美味しいと思うし。まあそういう出汁で作った親子丼だから、親子丼も美味しいでしょ。親子丼食べるの初めて。まあうまいんだけど、わしの好みとはちょっと違うかな。まあ完食です。
ごちそうさまでした。夕闇が迫ってきたかな。赤やら黄色やらの提灯が多い方に行ってみようかな。なんかね、聞いたらね、牛丼がもう1年ぐらい前からないんだって。なんでだろうね。そんなに不安にないんだろうね。あ、ここの焼き鳥はね、うまいよ。かなりうまいよ。なんか見るからに良さそうでしょ。というかちょっと思い出したことがある。飲みに行くのは今日やめ。ちょっとこっちの方歩いてみよう。これはね、蔵前橋通り。なんで亀戸が1号店かっていうと、ちょうどね、わかりやすい土地なんだって。何かを決めるにあたって。中間っていうことみたいよ。まあ、関西のもん関東に持ってくるんだから、関西と関東のもん見比べるときに、だいたいよくやるのが、静岡で一回店を出すってやるよね。それと同じようなことらしい。亀戸は東京の街の中で、ちょうどね、平均値みたい。良くも悪くも。なので亀戸で一回ちょっと、一店舗出してみようっていうことが多いみたいね。で、ここら辺なんだよな、確か。このね、3つのうちどれかなんだけど、ここにもね、亀戸で今後の指針を、探るべく作った店があるんだけど、ペッパーランチの東京1号店ではないんだけど、だから2号店か3号店ぐらいなんだけど、ここら辺にあって、同じような使われ方をしたんじゃないかって言われてる。まあ、わしにそう言ってくれた人は、そうじゃないのって言ってたけど、ちょっと確実ではないよ。うん。微妙。何が言いたいかっていうと、亀戸にはそういうお店が、いくつかあって、最初にとりあえず東京でやるには、この街でちょっと試してみようっていうのは、多かったみたいってことが言いたかった。あ、増本老舗の料亭、ここも美味しいよ。で、まあ、梅屋敷、ちょっと、覗いていくかね。ちらっと。なんか、お土産でも買っていこうかな。ちなみに梅屋敷って2つの建物からできてて、まあ助成金っていうかいろいろ工面していただいてるんですけど、こっち側の館は区、まあ江東区だね。だから江東区の
案内所みたいなのがあったりする。でこっち側は東京都。まあいろいろね、行政絡むとややこしいよね。まあまとめちゃえばいいじゃんと思うけどね。これで今回はおしまい。これでいいのだ。